稲藁の束藁とは、稲、小麦と稲化植物の主に茎を乾燥させたもの。稲作や麦作において発生する副産物であり、燃料、飼料、工芸品、藁吹き屋根、生活用具などの原料としても利用されてきた。稲木わらずかわら仕事の効率化のため、明治終盤に考案された足踏み成城木麦の収穫では、 道具を使わずに手で褒首を折り取ったり、方を茎ごと引き抜く方法、収穫棒で穂先を挟んでしごき取る方法もあるが、石器の釜の葉を動物の直線的な骨や角に一列に取り付けた釜による収穫が始まり、新石器時代前半の終わり頃に、石器の釜の葉を曲線的な骨や角に取り付けた湾曲釜が出現。石器の湾曲釜は後に、 同様の形状をした鉄器にとって変わられていった。稲刈りは当初、石器の石棒王朝による穂つまみでなされていたが、鉄製の釜の普及によって株の基部を切断する方式に変化した。麦作における湾曲釜、稲作における鉄製釜の出現は稲刈植物を束にして一度に刈り取ることを可能にし、形の整った藁の大量発生につながったと考えられる。 藁は十分に乾燥させると腐りにくく保存しやすい。細い割に強度もある。このため家畜に食べさせる飼料のほか、そのまま燃料や干渉剤、断熱剤として使用したり、編んだり、縄にしてさらにその縄を加工したりして様々な日用品や寝具が作られるようになった。日本において、例えば万葉集の中でも見られる住宅に藁を敷いて寝るというスタイルは、 古代から地域によっては、江戸時代まで続いた。住宅が板敷きになっても藁布団を用いたり、小座やむしろのような敷物、畳、円座といった藁製品の上に座る風習は長く続いた。また、伝統的な日本家屋でも藁の利用は多く、狛い、として、壁に塗り込んだり、重要部分を藁縄で結んだりした。衣服としては、傘みの藁地、藁手袋、 雪国における深物などが製作された。食生活では、鍋式や鍋角、たわしや、溶器類など、その他宝器やたわら、不合、縄飛べ用などの縄もわら製品の代表例である。わらは燃えやすいため、ヘッついや、風呂焚き、屋外での焚き火に、焚き木と共にくべられた。わらは牛、馬の餌になったほか、余ったわらや、不要になったわら製品は、堆肥としても使われ、 近代以前の農村では使い尽くされた。また、しめ縄や、わら馬、わら人形などの神事にも欠かせなかった。わら細工を行うには、はかまと呼ばれる下場を取り去る、わらすぐりをはじめ、わらぎり、わらうちなどの加工、さらに不熟を防止するために、いろりで乾燥させるとともに、煙の微粒子をつける作業も重要であった。とはいえ、これらの作業以外は、基本的にはより、 束ね組み網み巻き上げ折といった比較的習熟しやすい作業が多く農作業ができない冬などに老若男女を問わずに現金収入を得るためのわら仕事が行われた。1960年代以後の農業の省力化とわら製品そのものの需要の減少によってわら仕事はほとんど見られなくなった。かつて農村部では米の収穫期に大量の藁が発生するため業者が トラックでその買い付けにやってくるという光景がごく、当たり前に見られた。だが、コンバインが収穫作業の中心となってからは、藁を切断して、コンバインから排出させ、そのまま肥料として利用する、すき込みが多くなった。藁の流通が少なくなった今日では、藁が貴重なものとして取り扱われる傾向にある。最近の研究で、ホンダ技術研究所から、 バイオマスエタノールの製造実験が発表されている。稲藁は現代でも日本人にとって恐習を感じさせる存在である。このため、茨城県水戸市と地元の水戸納豆各社は、納豆の容器に使う稲藁確保のための協議会を設立した。また、カツオのたたきを提供する飲食店では、ガス火でなく、藁を燃やして、表面を炙る、藁焼きを売り物にする店もある。 2003年度、国産稲原は約871万トン生産されているが、利用状況を見ると飼料用は約1割にとどまっており、約8割の稲原は、すき込み、焼却等で処分されている。飼料用稲原の総供給量は119万トンであり、このうち国内産稲原は85%、輸入稲原は15%。 イングランドではかつてほとんどの農村住居が麦わら吹きであった。住居のかやぶき材としては麦わら、足、すいた小麦わらが主要なものであるが、麦わら材が最も熟練技術を要する。1940年以前はかやぶき用の麦わらは穀物生産の副産物を利用したものであった。しかし、1940年以降になると農業の変化により、 穀物生産と、かやぶき用麦わらの生産は切り離され、かやぶき用の麦わらは特別な作物として育てられるようになった。さらに1994年以降は、海外から輸入も行われている。ありがとうございます。